け、はい、正面で、お守りください。それでは開会の辞、愛知県柔道連盟理事長松本先生の方よりお願いいたします。ただいまより2020年愛知県柔道選手権大会兼全日本柔道選手権大会愛知県予選、2020年愛知県女子柔道選手権大会兼第35回全日本女子柔道選手権大会愛知県予選を開会します。続きまして大会会長挨拶、愛知県柔道連盟会長河原月夫先生、よろしくお願いいたします。おはようございます。どうぞ楽にしてください。ここからこうして見てるとみんないい顔してるね。よし、俺が出るんだと、私が出るんだと。この大会は数少ない選手権の大会の予選ですね。選手権大会と各種大会は違うんです。まあベーシックにあることは一緒ですよね。社会、世の中、人のためやるのが柔道ですから、それは一緒です。しかしどこが違うか、勝たなければいけない。選手権というのは勝つための試合ですね。愛知県最高の試合、その差にあっては一日の長というかね、本当の金賞の差だろうと。まあ結果的には一本勝ちだろうが、まあゴールデンストーカーの勝ちだろうがね、しかしながら戦う中身は本当に金賞の差だろうと。その中で本年は今更持つまでもなく2020東京オリンピック、もう選手が一人決まっておりますね。あと各種最終的には4月体重別、ここで、まあ、代表がそれぞれ選出されるだろうというふうには思っておりますけれども、一縷の希望がある、公明があるんであるならば、よし俺が、よし私がと、そういう気持ちを持ってこの一瞬一瞬の人生を生きていくのも素晴らしいかなというふうに思っております。今日は持てる力を出し惜しみなく思う存分正々堂々戦ってください。期待しております。よし、で、続いて前年度優勝者優勝杯返還、男子の部村上拓選手、女子の部佐藤陽子選手。以上をもちまして開会しております。以上。
ただいまより閉会式並びに表彰式を始めます。以上、レッド。男子の部優勝、愛知県警近藤選手。賞状、優勝近藤清隆殿。2020年愛知県柔道選手権大会県令和2年全日本柔道選手権大会愛知県予選において当初の成績を収めたのでご了承します。令和2年2月9日一般社団法人愛知県柔道連盟会長川原さん、はい、ありがとうございました。はい、続いて準優勝愛知県警古井選手。賞状準優勝古井翔吾殿以下同文でございます。はい、おめでとうございました。第3位、アドビックス、菅原選手。賞状第3位菅原拓司殿以下同文でございます。はい、おめでとうございました。それ続いて女子の部、優勝大成高校松本凛選手。賞状優勝松本ビス選手、ビスと殿。2020年愛知県女子柔道選手権大会県第35回皇后杯全日本女子柔道選手権大会愛知県予選において当初の成績を収めたのでご了承します。令和2年2月9日一般社団法人愛知県柔道連盟会長川原です。はい、ありがとうございました。続いて準優勝、アドビックス、中井選手。賞状準優勝中井美宇殿以下同文でございます。はい、おめでとうございました続いて第3位大成高等学校佐々木選手。賞状第3位沢崎凛殿以下同文でございます。おめでとうございました。はい、それでは役員の方々ご起立ください。それでは閉会の辞。これをもちまして2020年愛知県柔道選手権大会県全日本柔道選手権大会愛知県予選、2020年愛知県女子柔道選手権大会県第35回全日本皇后杯女子柔道選手権大会愛知県予選を終わります。はい、それでは選手、では役員の方々